なんでこのタイトルか教えてあげようか。ネタ切れです。ネタ切れです。いや、まあ配信業について語ろうかなと思って、なんでもザックバランに答えていこうかななんて思ってんのよ。暇だから。やることないんだもんだって。やることないんだもん。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リスワン？リスワン、リスワンどうなんだろうね。石原ミーカと俺が戦ってんだ。石原ミーカ VS ワードじゃん。はい、たくみさんワード2。残り1時間半？残り2時間半か、長っ。うん、驚きの理由でしょ？うん、ネタがない。うん、ネタが尽きてしまったんだよ。僕クラスの配信者になると、毎日ね、10時間ぐらいやるわけでしょ？もう、休みたいよ。うん、休みたいよ、俺は。うん、安らぎを得たいよね。シャドウしてると、最初の頃は筋肉痛だけど、もう筋肉痛はないかな。筋肉痛はなくなっていった。最初の頃はあったよ、やっぱり。ヒットマッスルって言って、腕の裏側とか、背中とかが痛くなるの、腰とか。ヒッティングマッスルって言うんだけど。今はないかな。ただ、足が痛いね、とにかく。今は。なんつうんだろう。足の裏がボロボロになったり、つったり。とにかく足腰が痛い。手で打つのはパンチじゃ ないんだよ。なんつうんだろうな。腰で打ったりとか、足腰で打つんだよね。腕の筋肉、使わないっていうのは、ああ、そういうことなんだ、みたいな。まあ、腕の筋肉は重りみたいなもんで、それをこう、ぶつける感じかな。振り回してぶつけるみたいな。そういう感覚に近いかもしんない。肩の筋肉使うの？肩はやっぱでかくなるよね。ボクサーの人って肩張ってる人多いじゃん。肩は使うと思うよ。うん、肩は使う使う。ただまあ俺、ボクサーじゃねえかんな。にわかだかんな。俺に聞くよりドレさんに聞いた方が、的確な意見とアドバイスもらえると思うよ。そういうことに関しては。格闘技のことに関してはもうドレさんが多分一番語れるっしょ。説得力あるし。普通に強えかんな。53歳で動きとあの体おかしいよ。だって。53歳って俺の親父とかでもおかしくないんだ。だって俺が32でしょ。21歳の時の子供だっつったら、ね。子供でもおかしくない。ドレさん謎が多すぎんだよな。俺、ドレさんの都市伝説知ってる？ヒクソン・グレイシーと船木の試合あんじゃん。伝説の。
それのヒクソン・グレイシーの交渉役がドレさんだったらしいよ。それ本当なのと思って。本人に直接聞きたいことこれなんだよ、俺。ヒクソン・グレイシーの船木との試合の交渉役はドレさんがやったって。それ本当だったらすごいよね。いや、全然元気どころじゃないよ。もうタフだよ、本当に。ピンボケおかしい。全然負けるよ。全然ボコボコにされちゃうよ。ピンボケがすげえな。もうこのカメラもう変えたい。ダメこれ。ピンボケどこだ？カメラ制御。カメラ制御かな？自動？何なんだろうこれ。ズームじゃなくて、焦点か。固定にすればいいのか。ああ、これだな。よし。これか。パンってなんだ。パンってなんだ。丸メガネ似合うのバズさんぐらいかな。なかなかいないよね。丸メガネの人あんま見ないかもしんないね。確かにね。確かに自分以外で丸、ああ、なんか硬いな。硬いな。硬いな。あ、治ったか。設定難しいな。あ、ぬるった。ぬるぬるになった。石油はだいぶ落ち着いてきたよ。だいぶ落ち着いてきた。完治したかどうかで言うと、完治はしてないかな。そんなに、完全に復活だという感じではない。まあどうなるかわかんない段階だね。バーガー5個ありがとう。バーガー5個ありがとう。あれ、石原ミーカ寝た？まだやってんのかよ。まだやってんのかよ、石原ミーカ。すげえな。石原ミーカが寝たらもう寝たいんだよな、俺。どこだ？どこにいるんだ？航空会社潰れた？え、何それ？豊さんいらっしゃい。何航空会社潰れたって。何の話？え、何の話？全然わかんない。配信者ふわっちほんと増えたなぁ。新しいフォロワーさん紹介します。ブハサマナさん、ナオさん、
トラッキングさん、フォローありがとう。あれ、ブハさんってフォローしてなかったっけ？入れ直したのかな。和道さんも夜も深夜も早朝見るからいつ寝てるのかと思ってました。寝てないよ。寝てないよ。配信で食っていきたいから、寝ないよ。本気で配信で食っていきたいんだもん。ロジクールの C902、え？嘘？え、マジでくれんの？え、なんで？使わないの？使わないの？え、めちゃめちゃ助かるんだけど。格安航空会社してます。久しぶりです。マジで？航空会社が潰れるってすごいよね。え、マジで？もらえるんなら超もらいたいかもしれない。助かる。助かる。ぜひ欲しい。もうロジクールの920は鉄板だから。鉄板。いや、マジ助かるわ、それ使わないなら。ほこりかぶってたんで、今動作確認。マジか、超助かるわ。Thank you！ いや、超嬉しいわ。マジか。支援だよ、支援。助かるわ。釈迦おとなしいですね。暗い時は寝てるから、釈迦を寝かすために暗くしてるのよ。釈迦を寝かしてあげたいの。じゃがいもさんに和道さん爪の中でも煎じて飲ませたい。いやでもじゃがいも結構閲覧伸びてるし頑張ってるじゃん。人気配信者になってない？前回のリスワンから一回かそるかなと思ったけど、安定して人集めてるからすげえなと思ってるよ、正直。頑張ってるなみたいな。結構すごいことやってると思う。配信者って、その、理路整然としてたりとか、なんか別に正論を言う人じゃなくていいと思ってて、なんか、嫌われるのは良くないかもしれないけど、別に正しいことを言わなくていいと思ってんのね。歪んでてたりとか、ちょっと間違えてたりする方が面白いと思ってるから。ただまあ、極端な話、究極の人付き合いだと思ってるから、好かれる。その間違ったこと言っても好かれるみたいなことは大事だと思ってるけど。バカキャラというか、まだ多分だからキャラは尖ってるけど好かれ方みたいなのが苦手なんじゃないの。まだ愛され方みたいなのがなんかしっくりきてないだけなんじゃないかなと思うけど、なんか愛されキャラになった瞬間ねえ、生主はぐんってフォロワー増えるからね。人気、まあ人が集まるっていうのは結構人気だと思うよ。人が集まるっていうことはやっぱ人気なんだよ。正しく、ああ、まあ、嘘はね。嘘ね。なるほど。
じゃがいもどこがいいのかわからん。まあ、名前が出るようになったら勝ちだから。うん。まずは、好かれる、嫌われるとかじゃないんだよ。じゃがいもが、じゃがいも、じゃがいもってリスナーさんが言うことに価値があるの。うん。名が売れ始めて。そっからいい噂が流れるか悪い噂が流れるかだから。最初はね、売名でいいんだよ。名を上げることでいいんだよ。最初はね。徐々に徐々に、ゆっくりゆっくりだよ。頭回んねえな、レッドブルかなんか飲みてえな。頭が全然回らねえわ。そうだよな、昨日の夜中からずっと起きてんだもんな。もうすぐ24時間か。おぉ、マジか、もうすぐ24時間かよ。俺さ、もう31なんだわ。もう、あの、エヴァンゲリオンの赤木博士が言ってたけど、30超えてからの徹夜は辛いわねっていうセリフ、本当にわかるんだよ。あのね、20代までは徹夜ほんと平気だったの。糖分だよね。あ、鉄馬さんいらっしゃい。そう、ほんとに30過ぎるまでは、ほんとに徹夜平気だったんだけど、30超えてから徹夜もうマジできつい。ほんと。なんか疲れ抜くのに3日ぐらいかかるんだよ。若い時って何とでもなるじゃん。正直。すべてがどうにでもなるから。どうにもならん、本当に。どうにもならん。マジでどうにもなんねえ。糖分か。糖分なんかあるかな。糖分取ろう。まあね、配信業、未だに小じきっていう人は、どこからが小じきじゃないのかもう、わかんないよね。未だに小じきって言ってる人はもうわかんない、俺は。どうしたらいいんだろうみたいな。どこまで行ったら納得してもらえるんだろうっていうか、もう全然わからない。もうだってここまで来てアイテムでそのなんだ小好きだって言うんだったら、芸能界とかも全部小好きじゃん。経済活動とかも全部小好きじゃん。全部小好きだよ俺からしたら。そんなのそこまで言われたら全部小好きになるよ。そんなんダメだよ。糖分、糖分なんかあるかな。横山みどりが支援イコール小好きって拾えた部分あるよ。いや、だってみどりさんが言ってることって全部間違ってるんだもん。緑、横山緑が風潮した理論っていうのは全部間違ってて、全部本人が裏切ってるのに、暗黒リスナーの立ちの悪いところはさ、それを全部さ、鵜呑みにするじゃん。もうさ、緑さんがまず守ってないのに、なんかもう他の配信者にそれを強いるじゃん。なんで暗黒ルールがニコニコの生放送のルールにいつからなったんだっていうさ。自分の枠で勝手にやってる分には構わないけどさ。なんだろうね。
支持者が多かったのかな、そう、みどりさんの思想に。だってあれでしょ、もともとチャンネルもダメだったんでしょ、みどりさんの理屈だと。なんでチャンネルはいいのってなるじゃん。投げ銭とか振り込みはダメで、なんでチャンネルは OK なんだっていうさ。でもニコ生は失敗したよな。そのチャンネルをさ、一部の人間にしか渡さなかったわけじゃん。あれは本当に失敗だと思うよ、俺。あれは本当失敗だと思う。おー、ブルーさんこんばんは。どうもでーす。暗黒は自分ルールがひどい。いや、全然自分ルールで面白いんだけど、なんだろうな。なんか、リスナーが、その、なんか、なんだろうな。なんか、暗黒ってさ、みどりさんをさ、すごい、なんつうの、俺らのおもちゃみたいな感じで言うけど、なんだかんだみどりさんに対するリスペクトは半端じゃないじゃん。神格化してるじゃん。なんて言うんだろう。みどりさんに対しては、おい、何々やれとかさ、バカだな、みたいな目線なんだけど、他の名前に対して、おい、みどりに挨拶しろとかさ、お前はまだ早い、みたいな。なんつうんだろう。リスナー、暗黒リスナーが上位にいて、その次にみどりさんっていうおもちゃがいて、そっから下は全部ゴミみたいな、暗黒リスナーの目線が嫌なんだよね、すごい。よっさんの配信見てると小じきかよって思うことはあるけど、リスナーが好きで支援してる部分は違うと思う。あー、よっさんね。でもよっさんのスタイルの方が稼げるからね。事実俺より稼いでるわけだから。でしょ？よっさんの方が成功してるわけですよ。面白いよね。なんなんだろうね。こじきってなんなんだろう。奥が深すぎるんだよ。こじきってなんなんだろう。予算いくら稼いでん？ 100 万ぐらい稼いでんでしょ。100万いってるね、これ。完全に。配信で100万かよ。化け物だな。配信で100超えてるやつはやっぱ化け物だな。化け物だわ。よっさんニコ生時代チャンネル持つ前。あー、はい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 。なるほど。もうあそこまで行くとさ、どんなリアクションするのかっていう、もう何をしても何をしなくても興味があるわけじゃん。もうよっさんクラスになると。わかる？なんか。もう新規のリスナーとか、金持ってるリスナーが、こいつ、どんな感じなんだろうつってさ、花火投げて見たくなるじゃん。ループなんだよ、もう。強いんだよ。リスナーの母体が強すぎるんだよ。そこがやっぱ、もう圧倒的に強いところだと思うよ、俺は。わかんない。俺見たことない配信者は正直に見たことがないし、わからないって答えるんだけど、その人見たことないですね、僕。名前はよく聞くんですけど、これも見たことないし、だから、見たことないとやっぱ語れないですよね。多分ね、俺が見たことないってことは、俺が多分興味がないジャンルなんだと思う。全く関係がないっていうか。だから評論は結構的確にする方だと思うの。なんか、ああ、結構わかるわとか。
あ、的確だわって言われる方だけど、見たことない人に関してはもう何も言えんよね。何にも言えない、うん、ないよ。ノーコメントだよ。小じきって言わん物乞いでしょ。そうだね、物乞いだね。要は何もしなくて勘から広げて物をもらう人だよ。でも俺はなんかパフォーマーだと思ってるの。ネットの前で、カメラの前でパフォーマンス、まあいろんなパフォーマンスがあるけど、だからそれが喋りだったってだけで、喋りで悪いのみたいな。だってさ、ぼーっと突っ立っててさ、ぼーっと何のリアクションもしないでさ、ぼーっとしてて金入るわけないじゃん。うん。いえ、まさん、バカここありがとう。サンキュー。初見さんいらっしゃい。でしょ？何にもしなかったら絶対何にももらえねえもん。そんな世の中甘くねえよって。それがさ、俺がこうやってさ、ボケーっとしてさ、何もしないでボケーっとしてお金もらえるんだったら小好きだと思うよ。俺だって。だけどその、アイテムもらうまで、どれだけ3年8ヶ月どれだけ喋ってきたかっていう。でしょ？ねえ、それで可愛がってもらってんだから。プロ小好きだよ、こっちは。小好きなんかい？ただの小好きじゃねえよ。プライド持った小好きだよ。需要と供給で考えてみたら、需要と供給で考えるっていうか、そこが難しいところだよね。なんでかっていうと、自分の人気と、配信サイトの目線で見るさ、需要と供給とさ、自分の需要と供給で言ったら、自分との需要の供給なんて結果が全てなわけじゃん。リスナーのさんの数がこれだけいて、月これだけもらってましたって。要はこれだけの価値をつけてもらいましたってだけじゃん。もう結果が分かりやすいんだよ。だからそこは言い訳とか何にもないじゃん。分かる？需要と供給で言ったら緑のイルカさん。だから考える必要がないっていうか、今俺はこの値段つけてもらってるな、この値段つけてもらってないなっていうだけだと思うけど。たまに目の見えない犬を連れて募金してる人たちいるけど、立ち悪いと思う。あれほんと立ち悪いよ。あと、いや、普通の外国人にやらせてんのも一緒だよ。あれ犬とか。そう。あれ立ち悪いよ、ほんとに。あれよりも全、あんなのと比べられたら困るよ、俺。で、実際、その、まあ、ちゃんとしてる団体もあるだろうけど、その、ワンちゃんに届いてないのもあるからね、全然。募金ビジネスあるよ。あるよ。正直。詳しいよ。例えば、一時期流行ったのが NPO 詐欺みたいなのが流行って、もう今は全然有名になっちゃったからないんだけど、NPO 法人って非営利団体っていうのが正式名称なのね。で、非営利団体の意味を分かってなくて、みんなただでボランティアするのを NPO 法人だって誤解してた時期があるの。言葉の響き的にさ、非営利団体って言うとさ、あ、お金のため、お金をかけないでボランティアでやってる人たちなんだってみんな思い込んでたんだよ。調べてないからね。で、でも違くて、利益を上げても営業行為をやってもいいのよ。実態は。ビジネス行為やっていいの。ただ、普通会社とかって利益が100万円とか1億円とか残ったら来月に繰り越す、来年に繰り越すのか、要はその繰り越すっていうのはお金をストックさせるのか、あとは株主さんに還元するのかっていう2種類あるんですよ。わかる？要は利益を次の会社の投資に回すのか、会社の社長代表取締役が株主に還元しますよ。それで株価が変動するわけでしょ。ただ NPO 法人っていうのは、それを、ができないの。だから物に変えないといけないの。物とか使う。要は利益の繰り越しができないってだけなのね。
だから、どういうことが、まあ実際行われてたかっていうと、全部が全部じゃないんだけど、例えば、いや、俺ら NPO 法人だから、こういう活動やろう、クリーンな活動やろうって言って、分かったって言って、若い子宗教みたいに騙して、で、その子を無料で働かせて募金活動するでしょ。ね。何十人も使って。で、その子たちはボランティアだ、いいことしたと思って、募金箱に入れてもらったお金を組織に渡すわけじゃん。使ってくれるって信じて。だけど、ね。NPO は何やってたかっていうと、それは実は人件費本当は払わないといけないの、彼には。日当1000円だったら1000円って。8時間募金やったら8000円払わないといけないの。だけど、タダで動いてくれてるからタダでいいと。で、今度 NPO のダメだった時期っていうのは助成金っていうのが手に入るの。だから、労働力を0円で、助成金でこの人件費っていうのを8000円もらって国から。さらにこの募金っていうのを、ね、全然その、なんつうの、その目的、本来の目的であるところに渡さないで、要は、利益をストックして。だから NPO 法人、ね、一時期バブルで、そういう悪いことやってる人たちがいて、NPO 法人の、その会社に行ったら、もう、なんつうの、超大理石とかソファーとかで、ギラギラで。そう、それが募金ビジネスっていう流行ってたやつだね。アイデンティティに悩むの？え、全然悩んでないよ、俺。うん。ね、悩んでない緑のイルカさん。それが募金ビジネスの実態。まあそういうのが横行しちゃってて、バレて、で、叩かれて、まあ今やってる人はいないだろうけど。今やってたらアホだけど。そういうのが流行った時期があるんだよ。うん、まあ、ひでえ話だよな。ひどい話だと思うよ。善意につけ込む。善意につけ込む。良くないことだよ。人の善意につけ込む。そんなん比べたら配信業なんて小じきじゃない。全然思うわ。全然小好きじゃないよ。全然違うよ。小好きなんか言わせねえよ。おー、ナタリー、久しぶり。こんばんは。久しぶり。まあ、小好きではないよね。ただね、本音を言うなら、ちょっとずるいなっていうのはあるよね。正直。正直、ちょっとずるいんだよ。これは、フェアに言うためにね、言うけど、今は、いや、こじきは、別に悪くないっていう、こう、風なことを言ってたけど、でもさ、俺昼間、今働いてるから言えるけど、やっぱり、1000円稼ぐのにみんな必死になってるわけだよ。バイトとか。で、アルバイトで、まあ俺は全然昼間働いてる仕事すごいいい仕事だから不満は全然ないけれども、でもやりたくないことをやって1000円稼いでる人もいるわけだよ、世の中には。その人たちからしたら遊んでるように見えるわけよ。俺らは要はその分かってくれる人は、いや100人集めるのって大変なんだよとかね、みんな必死になって喋ってるんだよとかネタ作ってるんだよって評価してくれるけど、分かんない人たちからしたら、なんだよこいつ、家に一日中引きこもってビール飲んでタバコ吸って金もらってんのかよ、ふざけんなよっていうのはあるんだよ。これあるんだよ。おゆらちゃんはどつ、これは正直あると思う。俺はこんなに苦労してるのにっていう。で、俺はそこでそういう人たちの妥協案じゃないけど提案をし続けてる。やればいいじゃんって、違法じゃないんだから。違法性は全くないし、めちゃめちゃ合法だし、経済活動なんだから、そう思うんだったらなんでやらないのって聞くと、そういう人たちは、リスクがあるっていうの。ちょっと待ってって。リスクがあるってことは、俺らリスク取ってるじゃんって。俺らリスク取ってるじゃんって言いたいのよ。結論を言うと。そう。結局、なんでずるいって思って自分はやらないっていうの
決断をしたかというと、リスクが怖いからなんだよ。天秤にかけた時、効率的じゃないバイトやってた方が楽だって考えてるわけじゃん。でも俺らはそのリスクを果敢に取ってるんだよね。食えるか食えないか分かんないけど、かけてるわけですよ、うん。生活保護もそう見えるから、知らない人は叩くんだろうね。マスコミに洗脳されてると思う。ね、その時その時のね、政治の、ね、あれですよ。だから、ね、民主党から自民党にしようって言って、じゃあ国民操作しようって言ってさ、民主党は生活保護、ね、地盤があるから、そこをぶっ叩こうっていう、もう政治ゲームに振り回されてるだけだから、正直。うん。もうそこになんか振り回されちゃう人はもったいないなと思う。1000円稼ぐのに1時間20分働かないとだしね。そう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 。だってさ、その、ね、トータルしたらあれかもしれないけど、俺なんかさ、今日だって、この、リスワンって言って1万円稼ぐためにさ、何時間、昼間働いて寝ないでさ、もうすぐね、24時間超えるわけじゃん。それ、やる根性あるのって言ったら、そんなのバカバカしいって言われるわけじゃん。いやいやいや、俺はだからバカバカしく思ってなくて、これが好きだから、これで食っていきたいからこれをやるんだよっていう。嫉妬もあるんだろうね、多分。そう。だから、全員が全員に配信業素晴らしいとは言わないけど、でも、なんか、その、なんだろう、誰かに叩かれるようなことはしてないのになと思うよ。誰かに叩かれるようなことはしてない。誰も傷つけてないわけだし。だから、その、アイテムもらうのとかすごいデリケートだから、その、なんつうの、アイテムくれないとコメント読まねえとかいう人もいるわけだよ、世の中には。だけど、そういうことはやらないわけじゃん。本来は、生放送無料から始まるのが普通だと思うから。ね、無料で見てもらって、初めて価値をつけてもらう作業だから。そう。だから、少しでもアイテムもらったら助かるよ、やっぱり。だってさ、ここに、今日、リスワンで5000人近くいるわけじゃん。5000人が、ね、5000人が、例えば、なんだろうな。5000人が例えばいくら ?10 円くれたっつるじゃん。運営に10円払ったとしたら、俺に5円入るわけじゃん。で、5000人かける5だから2万5000円になるわけでしょ?すごいじゃん。誰でもできるじゃん。10円なんて。うん。あ、ジャクさん、風船ありがとう。ワード1位取れたことある?リスワンですか?ジャクさん。ジャクさん。リスワンですか?リスワンの話でしょうか?リスワンですか?リスワン?リスワンの話?何の話だろう?取れたことあるって何の話だろう?何が取れたことあるか?ちょっと。何が取れたことあるかお願いします。なんだろう、何が取れたことなんだろう、何のことだろう、ちょっとよくわかんない、ちょっとよくわかんないというか、僕は傷ついてますよ、ジャグさん、僕は今非常に傷ついてますよ。僕はですね、腐っても和道ですよ、腐っても和道ですよ、うん、それは僕はあれですよ、大手配信者ではありませんよ。ね、超ぶっ飛んだレジェンド配信者ではないですよ。でもですよ。腐っても和道ですよ。僕だってそれなりに配信やってきましたよ。リスワン取ったことあるの?それはですね、お答えしましょう。今からキャプりますよ。ちょっと待って、ね。いやー、なんかちょっとショックだよ、俺は。俺は和道リスワン取ったことあるのに、ちょっと結構なショックを受けてるよ。じゃあ行くよ。これ今月のリスワンね。これまだ俺灰色になってるから確定してないんですよ。これまだ未確定ね。先月行きますよ。これ3月のリスワンね。先月行きましょう。ほら、ここにいるでしょ。7677人だよ。結構ぶっちぎってますよ。2月。7677人。いや、撮ってます。じゃあ1月。なんと7日に撮ってますよ。7日に。じゃあ今度12月。17日撮ってますよ。
17日。あ、ていうか、アイラの次の日撮るんだな、俺。で、11日。撮ってますよ。俺、ふわっち来てからリスワン全部撮ってるんだって。ふわっち来てからずっと撮ってるから、俺。撮ってますよ、僕は。撮り続けたいんですよ。プライドがあるんですよ。撮ってるぜ！ワドちゃんまだまだ現役だよっていう。わかりる？わかりる？腐ってもワドだから。二番戦時がいい。俺二番だってリスワンに今月7回だぜ、もう。オジンガー Z いらっしゃい。ってことは交代してる？うん。そう。一応だからフワッチの中でトップ30には入り続けてんだよ。カウンさんバガーありがとう。一応入り続けてる。だから今月がもう苦しくて苦しくてね。今月はもうパーリーピーポーだったよ。安心してください。撮ってますよ。お、バレーニョさんだ。バレーニョさんいらっしゃい。リスワンいつ撮ろう？今でしょ。もう今日撮れなかったら俺もう本気で意味わかんねえよ。今日撮るよ。今日撮るわ。絶対撮るわ。今日も2位の。今日はリスワンで。今日はおめでとう欲しいよ。さすがにもう。今日は欲しいよ。マサトさんいらっしゃい。リスワンでも配信者増えて回ってこなくなりそうな。どうだろうね。まあ、月末の方は、もうみんなが取り終わっちゃってるから、大手が。だから、なんつうんだろう。早めに取るのが難しいんだよ。10日以内とか、最初の3日間とか激戦なのね。初日なんか全員と戦うわけだから。金梅さんとかがずっと取り続けてるわけでしょ。ツバニャンとか。最初の1週間とか難しいよ、やっぱり。後半は楽なんだよ。だからもうプライドボロボロなんだよ、俺。プライドボロボロだよ。あ、NG ワードだから次コメント打ったらブロックだよ、それ。気をつけてください。うん、次ブロックね、SR さん。取り続けたいよ、俺は。だって取ったらさ、やっぱりさ、ああ、腐っても和道だなって言ってくれるわけじゃん。腐っても和道だなって。取りたいっすよ。俺は取りたいね、正直。配信だけはひたむきにずっとやってきたつもりだからね。嘘をつかずに。ずーっと。まっすぐ取り組んできたつもりだよ。大丈夫？大丈夫？大丈夫？のんちゃん。そうなんだよ。俺の風見事にのんちゃんに移って。それでのんちゃんが、なんか咳込んで、あ、俺の風だったんだっていうのに気づいたの。ゆくゆくは月の頭にリスワン取れる配信者を目指したいね。まあ、そこまではうぬぼれてないけど、ふわっちで一番頑張ってるのはどうだよねっていうふうには言われたいかな。なんか、キャスト掛け持ちの人とか、ね、ニコ生と掛け持ちの人とかいるから、まあ、ふわっちのはどうって言われるようになりたい。2位は0円なの。そうなんですよ。2位になったら1円も入らないの、リスワンは。だからそのルールはね、ちょっと改正してもらいたいなと思うんだよね。1、2、3位ぐらいは上げてもいいんじゃないかなと思うんだよ。さすがにね、その、1位だけっていうのはね、もうさすがに儲かってきてるから、ちょっと改正してもらいたいよ。うん、2位でもすごく大変なの分かってるから、俺。2位7回だからね、もう心ボロボロだよ、俺。ねえ、ちゃんまも復活したし、おっさんも来たし、その30席しかないわけじゃん、パイが。厳しいよね。そう。うん、若手にチャンスをあげてほしいよ。うん。よりは戻ってないよ。うん。
そうだよ。2位はお金にならないんだよ。リスワンは。だからみんな必死で、うおーって言うんだよ。あの、若手の配信者はね、取れたーって、勲章と、なんか、勲章みたいに言うじゃん。すごい難しいんだよ。新規の人とか、過疎の人が取る、はい。あ、ありがとう。俺の作ってくれたの？ありがとう。いただきます。2位は3000円、3位は1000円とかでもいいと思うよ。俺2位は5000円あげてもいいと思う。1位1万円、2位は5000円、3位3000円とかでいいと思う。ちょっと上げすぎかな。ちょっと上げすぎても、でもね、100万とかもう売り上げてんだから。うん。1日でアイテムいくら動いてるんだろう。それはね、ランキング見るとわかりますよ。ランキングで、例えば、昨日の数字で言ったら、アイラが20万、ヨッサンが18万、シャンマヨが13万、クラインが10万、大体だからね、アズマさんっていう人が8万3000円、キンバイさんが7万4千円、ウナちゃんマンが6万円、リナネコが5万7千円、サトミさんが4万2千円、マナさんが3万5千円。これちょっと足してみようか。いくらになるか。40万、50、54万、64万、64、72万、72。な、1日100万ぐらいいってるね。運営に1日100万は入ってる。うん。うん。マンスリーで1位取ったら、うん百万クロスだよ。マンスリーで1位。あ、でもね、5月には取りたいかな。100万1回取ってみてえな。5月俺の誕生日なんだよ。5月。5月には100万1回取ってみて。100万取ったら、正直もう、俺これで間違いなかったって、本当に胸張れる。5月の誕生日は、本当に取ってみて、100万。のんたんちょっとね、風邪ぶり返してるね。その半分が手取りじゃない。これ半分の金額。もうすでに。だから運営も同じ額取ってるってことね。うん。すごいよね。だから、ふわっち少なく見積もっても、多分、1ヶ月、3000万 ?30×100 万は、3000万か。3000万は売り上げてんだよ、多分。余裕で。うん。安定して。だから潰れるはずないんだよ。サーバー代でも多分100万ぐらいだと思うから。で、従業員のコストとか考えても多分10人ぐらいのチームでやってると思うんだよ。で、10人の給料20万だとしてさ、いくら ?20 万、200万か。全然回るでしょ。あとは広告代とかいろんなね、設備投資とかに。うん。うん、いや、まあ、今、ボーナスっていうのもでかいと思うよ。要は、ウェルカムボーナスみたいなさ。いや、よっさん来てくれてありがとうって、いろんなリスナーさんからの。運営はね、俺ね、今の規模だったら、俺が会社の経営者だったら、20人はつけない。ただ、深夜の対応とかも考えても、今日ね、昼間サーバー落ちたんだよ。10時になる時にサーバー落ちたの。で、運営にサーバー落ちましたよって送ったら、1分でメール返ってきた。すぐ対応しますって言って。1分で。みんなから DM 来てるはずなの、ふわっちは。なのに、俺がサーバー落ちた瞬間にサーバー落ちましたよって言ったら、1分で DM で、ただいま対応してますって言って、神対応だよ。1 DM ですぐ反応するから。で、返信しながらやってるんだもん。全チェックだもん。何人ぐらいだ ?14 人はいるだろうね、体制は。夜とか全部ひっくるめて14人はいると思うよ。うん。もし8人とか10人とかで回してたら、すっごい優秀なスタッフだよ。お、マスクさん押した。うん。ここの運営はすごいよ。DM の返信が1日も遅れたことない。全部、悪いところは悪いって認めるし、いいところはいいって全部言ってくれる。どんなことにも答えてくれるもん。ていうかね、一日遅れたことないっていうかね、多分3時間以内に全部返ってきてるね。DM。
ゴールデンタイムはちょっと忙しいから、DM、深夜とか遅くなるけど、もう昼間の時間帯なの、パッパッパッパ返すもん。すごいよ。ふわっちは、サーバーが弱いのは弱点だけど、運営が本気。それだけ売り上げてのアップデートをしていってほしいな。多分、難しいんですよ。あのね、やってることはやってるんだけど、なんだろう。最初からうまくいくわけじゃないから、ベンチャーの場合。ただ、もう、大型アップデートは、するべきかなとは、俺も思ってる。ただ、ふわっちのすごいところは、毎月バージョンアップしてんの。コメントのリプとか、あと、なんだろう、アイテムの、なんか、仕組みとか、今月もビギナーズって言って、新しく入った配信者のためにお金配る仕組み作ってんのよ。え？なんで？え、嘘？染島さんマジ？マジで言ってんの？え、なんで？え、ちょっと待って、マジ？え、鮫島さんがふわっちバンって本当？上に DM してる人結構返信は遅すぎる。え、俺めちゃめちゃ早いよ。俺めちゃめちゃ早い、キャンタムさん。一日遅れたこと一回もないよ。優遇されてんのかな？うん、こんばんは。テニスさんいらっしゃい。なんで？何があったんだろう。え、なんで理由は？え、どこ情報それ。俺さっき鮫島さんと話してたよ。マジで言ってんの？嘘？ウナの枠で言ってる？え、今、電話してんの？コメントでってこと？え、どこ？え、なんでだろう？ああ。すげえな。マジか。何日番なんだろう。マジか。わかんない、全然。詳細は全然わからん。ありがとう、染島さん教えてくれて。正直に言って、俺は運営には納得いかない。あ、そうなんだ。え、全然話聞くよ、俺。全然話聞くよ、どんなことがあったとか。俺は、神対応され続けてるから、俺はこの配信サイトすごいと思ってるんだけど、俺ニコ生とかキャスとかの、もう、なんだろう、運営に遊ばれ続けたから、うん。いや、まあ、バレーニョさんよ。いや、ラーメンってお前、つけ麺とかガキかよ、おい。食わねえよ。ああ。いや、俺はよ、オーソドックスな、品そばが好き。わかる？いや、ナルトとか、お前。いや、だから、おい、ちげえよ、バカお前。新八王子つってもよ、あるんだよ、いい店がよ。なあ、ゲルゲ。こんな感じでしょ、どうせ。こんな枠でしょ。違うの？違った？多分ね、そんな話だと思うよ。違う？多分行ってきてごらん。ざまんのところ。いや、ナルトの種類つってもまあ、いろいろありますけど、いや、俺はよ、厚めに切ってるのが好きなんだよ、ナルトをよ。な？ああ、出汁が効いてるぜ、おい。たまんねえな、ヘビ。こんなんでしょ？もう容易に想像がつくよ。普通の配信なら楽しくていいけど、今他サイトから来てる人、いるね。ニコ生とかツイキャスからね。うん。そういう人がアイテム欲しさに、谷間、ピンク系ね。FC2 から流れてる女の子たちだ。あれはね、ちょっと俺も、
俺は正直、FC2 は FC2 でアダルトでやってほしい。で、アダルトのノリはやめてほしいっていうのはある。それはちょっとわかるな。アダルトサイトではないから。他の配信者はできるよ。やろうか。そうですね。あの子は、大変、すごい、興味ある。あ、僕は、俺は俺ですから。あ、やび、急。あ、いや、俺は、音楽、あれが好きですが、とかね。誰だっていう。ふわっとちょっと伝わらないかもしれないけど。マジでこんな感じだからね。なこうぜ。神だから。FC2 はね、まあ、なんだかんだ強いよね。いなこう似てなかった。いなこう似てなかったか。最近やってなかったからね。いや、だから、緑さんは、ちょっと難しいね。野田通りね、ハマるときハマるんだけど。あいつバカ。みどりさんはじゃダメだ今日調子悪いケビ、なんかねやってないとできなくなるんだよモノマネって見てたり追っかけてないとね入らないんだよ、似てなかったんだよ野田はたまにドストライクで似るときあるんだけど、まあ、それだけ俺はちゃんまんの放送をずっと見てるってことだよね。みどりさん？みどりさんはできない。うん。みどりさん難しい。あ、俺、金杯できるよ。うぅ。マジか。光れ。タバコ吸ってくる。痛え。マジか。さとみ、こんな感じでしょ。ネルさんできてる。FC2 は配信者長井先生しかいないと思うの俺だけ。え、長井先生って引退したんじゃないの？やってんの今。長井先生引退したと思ったけど。俺的にはふわっちの運営に少し管理してほしいと思ってる。何も通報しないのはバンにならないとかありえない。ああ、そういうことか。あれはでもね、多分流れ、多分検討してる段階だと思うよ。難しいんだよ、今。要はニコ生から来たのと FC2 から来たの同時に来てるから。あ、サメジャマのツイート、ありがとう、報告。要はね、多分ね、今ね、そのニコ生の人たちと、その、ふわ、あの FC2 の人は同時に来てるからね、ちょっと対処に困ってるんだと思う。多分ね、流れ変わるよ、そのうち。もうちょい様子見たら。いや、ここはね、バンにはね、すぐしないの。うん。あ、ほんとだ。うん。そう、バンにはすぐしなくて、バンにするって相当重たい処置だから、注意をまずするの。厳重注意をするの。うん。こういう理由でこうなってますから注意してくださいって。で、もしこのやつを守れなければバンにしますよって。俺来たもん、一回。バンにはしないけど、警告1みたいな感じ。うん。見た、リツイートした。うん、おー、パクさんどうもどうも。楽しんでってください。とんでもないです。とんでもないです。どうもです、うん、いや来てくれてありがとうございます。わざわざありがとう。イエローカードみたいな感じだけど、まあ、鮫島さんに関して言ったら、ほら1ヶ月半とか一番重たい処置を食らってるのが鮫島さんだから今までで、うん、だからあるのかもね、厳しめの対処みたいな。俺は去年の夏に公共役を移したの解説したらバンになった。あのね、テレビの民放はバンですね。それはね、ニコ生もバンだし、ツイキャスもバン。ふわっちに限らずバンなんですよ。
それはね、しょうがない。うん。民放に関しては、テレビ局が訴えてくる可能性があるから、で、ベンチャー企業とテレビ局にと戦えないじゃん、裁判で。で、裁判で戦ったとしても絶対負ける案件なのよ。だから、大体ね、ニコ生だと、海外のテレビドラマは OK とか、要は海外は訴えてこないからとか、グレーゾーンがあるの。FC2 とかは、なんで、違法動画バンバン上げてるかっていうと、アメリカのサイトだからっていう。いや、日本の法律で裁けないっていうグレーゾーンを使ってたりとか。だからね、それはしょうがないと思う。うん。そうそうそう。肖像権じゃなくて、著作権と肖像権二つ絡んでるんだ。そう。そこはね、ちょっとね、キャンタムさんね、生主やっていくとわかるよ、だんだん。それは俺ら、もう、長い配信者はわかってる。それはバンだわ、みたいな。ただ、音は OK のサイトもあんのよ。ラジオ。そう。そこね、それはね、運営さんに問い合わせた方がいいかもしれない。そう、ラジオの音を聞きながら、ニコ生ちなみにラジオ全面的に OK なの。そこは難しいところだよ、やっぱり。永井先生だったらふわっちでとんでもなく稼ぐだろうね。多分1000万超えると思うよ、俺の予想。マジで初月は1000超えると思う。それくらいの力あると思ってる。あそこのリスナーさんお金持ち多いから。でも、バン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 来るでしょ。それくらいはあると思うよ。例えば、違法アップロードの動画を流すのはアウトじゃん。どう考えても。ただ、プレスリリースとかさ、広告的に、要は、著作権はあるんだけど、広告としてやってるやつとかもあるのよ。CM とか。そういうのは OK なサイトとかもあったりとか、例えば予告編を流すとか。予告編っていうのはみんなに宣伝するために作られた動画だから、むしろ広まってくれるのは、ウェルカムなわけじゃん。うん。だから難しいんだよ、その肖像権、著作権とかって。野木ヘッペンさんいらっしゃい。うん。だから、例えば俺は YouTube で納得いかないことで言ったら、例えばコンビニとかで流れてる BGM とか、お店で流れてる BGM あるじゃん。俺らが意図的に使ってないのに、俺らに著作権料入らないんだよ。だから部屋の中で無音の状態で、著作権フリーの音楽を使わないといけないの。音もコントロールしないといけないの、YouTube になると。すごいシビアだよ。なんか外配信の動画とかあんま見ないでしょ。協定配信はしてほしいけど、やっぱりバンなのかな。協定か。ラジオだったら俺、OK だと思う。協定の画面映したら、キャプったらアウトだと思うけど、ラジオとか聞きながら、うわわーとか実況すればいいんだよ、自分が。今何番来てる何番来てるとか、上手い人はそうやってやると思うよ。要は、そのキャプって、今何番と何が走りますって言って、お、何々来てるって自分で実況するみたいな。ふわちはジャスラックに金払ってます。途中から払い始めた。要は儲かってきたから、ジャスラックに払ってるんだよ。だから、ふわっちのトップページの、パソコンで見てる人はふわっちのトップページの、一番下の左端にジャスラックの番号書いてあるはず。ちゃんと払ってるよ。だから、ふわっちはそこ弱かったんだけど、それでね、キャプチャーがある程度できるようになったの。音楽キャプが OK になったの。昔はダメだったの。ここ、3ヶ月ぐらいの動きかな。だから、毎月毎月改良はされてるよ、ふわっちは。うん。ワード2、てっちゃんいらっしゃい。楽しんでて。97名さんいらっしゃい。ゆっくりゆっくり変わってくんだよ。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。シルバさんって読むのかな。読み方シルバさんで合ってますか。占い系の配信者なのかな。クリックしてみようか。生主かな？あ、生主だね。フォロワー163いるから。あ、占い枠か。今度行ってみようかな。占ってもらおうかな。ありがとうございます。来ていただいて。よろしくお願いします。面白かったらフォローしてってください。
運営ただものではないや。このね、実は社長、すっごい若い人で頭めちゃめちゃいいよ。芝さんか、ごめんね。芝さんね、了解です。芝さんありがとう、教えてくれて。うん。なあ、配信始めて、1年のサイトで、よくここまで来てると思うよ。確かにそのキャスとかニコ生と比べて、ああだこうだっていうのはあると思うけど、まだ生まれたばっかりの配信サイトでここまでできてるっていうのは俺はすごいと思う。いや、俺がやってほしいのは運営放送みたいなのやってほしいね。そろそろ。うん。いや、価値をつけてほしい。要は、ふわっちの活躍してる大手生主とかを呼んで、座談会とか開くような運営企画みたいなのやってほしい。うん。マリさんこんばんは。要はニコニコの本社がやってるようなやつね。そういうのは配信者テンション上がるから。うん、俺もいつか出てえなーみたいになるじゃん。うん。頑張ったら呼ばれるかなーとか。うん。あれがやってたのはアフリカ TV がヨッサンにさ、韓国旅行とか招待してたんだよ。ああいうのでもいいし。ああいう、なんかその、表彰するみたいなの、ネットだけじゃなくてリアルでもやるって俺はすごく大事な活動だと思ってて。古事記とか言ってるのは投げられない人のひがみとか、好きなら投げればいい、嫌いなら投げなければいいかと。そうだよね。うん。何も誹謗中傷するまではいかなくていいなとは俺も思う。そう、好きな人が投げて別に投げたくないっていう人は投げなきゃいいわけだから。ただ、配信者も配信者で、その、くれくれとか、何もしないのに、俺にアイテムよこせっていう態度は良くないと思ってるから、そう、お互い気をつけないといけないんだよね。リスナーさんも気をつけないといけないし、配信者も気をつけないといけないと思ってる。お互いに。で、お互いに気持ちよくやっていけば誤解が解けていくから。どん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 。それ面白いじゃん。うん。それ面白いじゃん。乗っかるぜ、俺。ふわっち来るかで課金しなくても、携帯での課金がやっぱ便利な。あれかソフトバンクですか。ソフトバンク便利だよね。au とドコモは多分ね、権利が高いんだと思うよ。採算が合わないんだと思う。風邪治ってないしね、まだ。完治はしてない。でもだいぶ良くなってきてますよ。マリさん。ありがとう、先輩してくれて。お金がないから支援してくださいはどうかと思う。俺もそこはギリギリ反対だね。アツシさんと同じ意見。そこまで徹底的に許せないとかねえわっていう感じじゃなくて、ギリギリそれはダメじゃねっていう。うん。初見さんいらっしゃい。トドロキさんでいいのかな。トドロキさんいらっしゃい、うん。お金がないからくださいも実力があればいいのかもしんないけど、なんつうんだろうね。うん。え、ドコモで課金できんの？え、ドコモでアイテム買えんのこれ。マジで言ってる？ふわっち、ドコモで買えんの？え、マジで言ってる？え、買える？支払い方法、俺の画面だと、ちょっと待ってね。支払い方法を選択する。クレジットカード、ウェブマネー、ビットキャッシュ、ソフトバンクの4つしかないけど。うん、4つしかないけど。支払い方法4つだよ。クレジットカード、ウェブマネー、ビットキャッシュ、ソフトバンクまとめて支払い。このビットキャッシュっていうのがドコモなのかな？ちょっと俺ドコモじゃないからわかんないな。ビットキャッシュとは、オンラインゲーム、SNS、ダウン、決済電子マネー。ビットキャッシュはウェブマネーみたいなもんだな。マジか。ドコモは知らなかったわ。いろいろと変わってるんだね、仕組みが。au もできるんだ。
あ、全然知らなかったわ。そうなの？なんで俺ソフトバンクしか画面出ないんだろう。知らなかったわ。それすごいいいね。サボちゃん、団子10個ありがとう。限定アイテムありがとうございます。今回の限定アイテム何なんだこれ。団子？花見か。花見だこれ。昨日から今日から。ちょ、見てみよう。限定アイテム。アイラにさっきビールもらったんだよね。何があるんだ？団子、おにぎり、ビール。え、ちょっと待って、やべえ。アイラすげえくれてたじゃん。やべえ、ちょっと。アイラ、ビール10個くらいくれてたわ。なんか申し訳ねえことした。マジか。知らなかったわ。マジか、ビールくれまくってたわ。うん。あついさん、ハートありがとうございます。まさとさん、風船5個ありがとう。クレカの番号を入れるの、やっぱ抵抗あるし。あ、まあ、ね、ネットに強い人だと、昔からね、ネットやってる人だと、そう、クレカの番号盗まれるっていうの抵抗あるよね。わかってる人は、リテラシー高い人はそれあると思うよ。うん。そう。っていうかさ、俺未だにびっくりするんだけどさ、ふわっちの運営会社がさ、海外にあると思ってる人いっぱいいるんだね。俺ちゃんと自分で調べても特定終わってるよ、ここの会社の。だからびっくりした。海外サーバーとか海外に会社があるんでしょつって。調べない人。これね、リスナーさんからのプレゼントで、アマゾンでも売ってるよ。これ超いいよ。かっこいいよね。これ、ジャック・ダニエル・パーカーとかでアマゾンで見つけたよ。アマゾンで買ったって言ってくれて。超気に入ってる。リスナーさんからのプレゼント。よかったら調べてみて、あ、そうだ、告知があったんだ、忘れてた。便所太郎さんから告知があるんで、僕の枠でもシェアさせてください。ですね、ポスターとうちわの販売について告知が来ました、今日。値段は、ポスターは1500円です、1枚。うちは500円で販売をしてます。で、販売日なんですけれども、ポスター1500円は、4月の上旬に販売されます。で、うちはの500円は5月の予定です。ぜひぜひ、うちはとポスター欲しい人は、便所太郎さんの枠で販売されますので、ぜひ買ってください。以上告知です。うん。ポスターはこんな感じですね。これくらいのサイズ。こんな感じ。だから、なんだろう、みんながイメージする巨大なポスターじゃなくて、なんて、どれくらいのサイズだろう。A4 を横2つに並べたから、A3 かな？ A3 サイズです。こんな感じです。これ原本ね。うん。はい。もしポスター欲しい人、1500円で発売されるんで、みんな買うのかな？ポスター買う人いんのかな、今回。まあ、僕の晴れ舞台なんで、なんとセンターに堂々と、運よくセンターなんで、よろしくお願いします。ちなみに、あれですよ。別に、宣伝したところで僕にギャラがあるとかそういう話じゃないんで、純粋にイベント盛り上げたいだけで、宣伝してるんでね、誤解はしないでください。露出が増えると僕は嬉しいんで、目立ちたがり屋なんで。死ぬほど目立ちたがり屋なんで。石野は、なんか聞いた話によると、アイテムくれた人だけしかコメント読まないんだって。うん。だから、アイテムしない人にはコメント読まないって言ったよ、石野は。うん。俺もスルーされたかんね。え、テルチャンピン もらってないの？いや、欲しいじゃなくて、お前もらってないの？これ。もらわなかったの？うん。ギャラあるよ。ギャラあるよ。ギャラは別でもらうの。
売り切れてないんですが、試合の放送どうなりました？売り切れてないんですが。え、何言ってんの？今日の10時、再販で売ってたよ。今日の10時、チケットの余りが出て、また、競りが、便所さんの枠で行われてたよ。はるちゃん、こんばんは。天下の中井様いらっしゃい。紙切れが1500円。まあ、いやいや、これさ、デザイナーさんが作ってんだから、一生懸命。こんないいデザインで作ってもらえないよ、なかなか。そんな1500円で安いじゃないか。まあね、俺に興味ない人とかね、配信に興味ない人はゴミくずかもしんないけど、こんなポスター刷ってもらえるまでね、何年もかかってんだ、頑張ってきたんだから、そう言わないでくれよ。うん。いや、知らん、テルチョンビンブロックするかどうかは。うん。乗り切れてないんですが、試合の放送どうなりましょう。試合の放送？理想に取れそうでおめでとうじゃん。まだ早い、まだ早い。あと1時間だから。あと1時間あるから。それは他の配信者にさ、失礼だよ。頑張ってる人いるんだから。まだ早い。今日は喜びたいな。今日はね、みんなで喜びたいね。うん。そう。俺はそれで、2位に甘んじてきたわけだから。もらった？リスワン頑張れ。やっと安心して寝れるな。ほんとだよ。うん。ほんとだよ。うん。先に取られたかんな、チャンピンな。ていうか、チャンピン調子いいね。ほんと、閲覧すごいじゃん。ヒカルくんと相性いいんじゃん。乗れよ、この流れ。今、すげえ、旬な時期だと思うよ、チャンピン。実力あるんだから。俺、お前がさ、閲覧30とか、絶対おかしいと思ってたんだよ。このヒカルくんの流れ、もう全力で乗っかった方がいいよ、乗っかれるときは。甘えて。ガン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 自分の実力、バンバン広めろ。うん、どうせ俺とリスナー被ってねえから全然いらないそうだから俺と丸かぶりしてないからね、うん、ギャルばっかり今囲われてんだよテルチャンピン若い女の子に。この前ね、あのネタでテルチャンピンのこと煽ったの。わあ試合でよやってやるよテルチャンピンのこととか言ってさ思ってね、ちょっと煽ったらさ、テルチャンピンは練習してます、あなたは負けます、テルチャンピンは放送に載せてないだけです、あなたは絶対死ぬのはあなたですみたいな、なんかテルチャンピンの囲いすげえなと思ってビビったよ俺はあなたは絶対負けますからみたいな、なんだこいつみたいな、ね、囲われてるよね若い子に。いや笑ったよ本当に、若い子に囲われてるわこいつと思って、うん。まあ俺にはねババアたちがいるから、うん、売れたババアたちを俺は愛してるから。そう、若い酸っぱい果実なんかいらないんだ。熟れた甘いバナナが食べたいの、俺は。柿はジュブジュブになった柿が食べたい。うん。熟れていこうぜ、俺らは。うん。糖度を上げていこう、糖度を。うん。パパイエイ。そう。売れたババアたちを愛してるから売れていこう。うん。そう。子供2、3人いる人たちに愛されてるから。いいよな、若い配信者は。若い配信者何がいいなっていうと勢いがあるんだよ。30過ぎて旅配信したいとか結構リスキーだぜ。それさ、俺だって20代の頃は無鉄砲で上京した時期もあるしさ、そういうところ配信とかなかったから、片道切符で俺六本木に行ったこともあるし、で、六本木で半年間さ、宿なしでね、働いたこともあるしさ、ホームレスになってさ。でも、それを配信できるって強みだと思うよ。やっぱりさ、どうしても守りに入るんだよ、年取ってくると。心が弱くなってくから。要は経験がついてくってことは知ってることが増えてるから、知らないことが多いって実は有利なんだよ。だから30過ぎて旅出るとかもう頭おかしいよ。頭おかしい。本当に。何がしたいんだって話よ。羨ましいね。若さは。20代の頃にもうやり残したこと全部ないぐらいにね、がむしゃらにね、20代の配信者には輝いてほしいよ、俺は。そう。次世代なんだからさ、
今だってさ、あれでしょ、その大手って言われてる人たちってさ、30オーバーの人多いじゃん。20代が切り開いていかないとね。うん、新ママよとか言って、うん、いいんだよ、うん、俺はおばさんに受けがいいんだよ。要は稼ぎが、ちゃんと稼ぎがある旦那を経験したりとか、人生紆余曲折いろんな男を知った上で、あ、こんな無鉄砲な男いいかもっていう、そう、こんな無鉄砲でわがままな男いいかもっていう、その 2,3 周回って俺にたどり着くギャルたちだから、 2,3 周回ってこんな男ありかもだから、私が守ってあげなきゃっていう母性本能をくすぐっていくから。和道は和道でラジオ代わりに聞けるから俺は好きだぞ。ああ、嬉しいね。ラジオ代わりに。よくね、朝寝落ちしちゃったって言って、和道の放送見てて寝ちゃったよって言われるとすごい嬉しいね。なんでかっていうとさ、俺がやっぱり YouTube とか寝るときずっと人の話聞きながら寝る人なんだよ。だから、そういう、俺もそういう人たちのファンなわけじゃん。だから寝なが、気づいたら寝てたっていうのはファンだからやってくれるっていうのよくわかるから、そう、一日の終わりまでずっと聞いてくれるっていうのは俺は本当に嬉しいと思う。チラ、え？チンチラ狙ってる？なんだ？チンチラって。うん。何の話？俺はでも40になっても50になっても少年みたいな目ができたらいいなと思ってる。そうそう、波乱万丈。そう、一周、二周、三周回ってワードですよ。お、マキルちゃんだ。マキルさんいらっしゃい。ワード2。仕事中に笑いこらえるの必死でした。あー、なに？パコワングランプリの話？ビールありがとう。パコワングランプリの話かな。私もこのまま寝ちゃいます？あと1時間ね。うん、俺はあと1時間、ちょっと、自分を試してるよ、今。配信の神様が今日俺に微笑むかどうか。パコワングランプリのね、サメ島さんのバックアップは超面白かったよね。話面白すぎるわ、あの人。まあ、くぐってきた修羅場が違うかんね。配信者として。なんか人生の経験も大事だけど、配信者としての経験ってすごい大事なんだよ。配信者として修羅場くぐってるかみたいな。そう。人生経験多くても、配信者として修羅場くぐってないとね、やっぱ躊躇するんだよね。配信者ってね、あの事件が起こってる時ね、悪い顔すんの。うん。あのね、神会が起こってる時ね、こうやって笑うんだよね。口角が上がんの、ここだけ。わかる？喋りながらね、喋りながらここがちょっと上がるんだよ、こうやって。もうにやけてんの、閲覧数に。うん。知ってる？ロクちゃん。さっき教えてもらったよ。リツイートしたよ。なんか悲しいよね。なんか、サメ島さんには俺、ニコ生に戻っちゃう気がして、ちょっと嫌な流れだなと思って、ふわっちのね、立役者っていうか、ふわっちをね、盛り上げてきた人だから。今日雪降ったっていうかね、積もったんじゃなくてね、軽く降った10分ぐらい。うん。いやー、メンタル弱いよ、俺は。うん、強がってるだけ。強く見せてるだけで、本当は弱いのよ。本当に強い人は動じないから、何言われても。全然動じない。物おじしない。それが本当の強さだよ。うん。そう。弱い、弱っちいやつほど強くなろうっていうか、強くいようっつってね、吠えるんだよ。そう、俺は弱い、弱いよ。うん。自分の弱さをよくわかってる。でも強くなろうとはしてるけどね。強くなりたいって思ってるけど、優しくなりたいっていうか。俺は本当に強い人は優しいのよく知ってるから。いろんな人見てきたけど、本当に強い人はね、他人に優しい。そう、その力をね、弱い者には絶対向けない。それを知ってるよ。ていうかね、俺ね、
ちゃんまゆって女の子知ってる？ちゃんまゆって女の子、ふわっちの配信者でいるんだけど、ちゃんまゆちゃんがね、すっごいいい企画やってて、どういう企画かっていうと、俺ね、結構感心したんだよ。すごいいい企画考えたなって。ふわっちも盛り上がるし、女の子向きだし、それね、どういう配信かっていうと、昨日やってたんだけど、俺はパクろうと思わないんだけどね。風船1000個もらうたびに、部屋の中で風船を膨らまして、置いておくの。で、部屋中風船にしませんかっていう企画をやってて、あ、この子いい企画考えるなぁと思って。で、もう最後の方部屋中風船だらけになって、それでね、デイリーランキング3位かな？これはね、賢いしね、いい企画。で、それで13万8000円も稼いでんだもん。ねえ、俺がね、風船並べたらね、何やってんだこの気持ち悪いハゲはってなるじゃん。俺が風船膨らまして何が楽しいんだってなるじゃん。でもね、女の子に、なんだろう、部屋中風船だらけにするっていうのは面白いなと思って。ただ、俺が一つ気になったのは、この風船どうやするんだろうと思ったよね。割ったらすごい落ちるんだよ、風船って。俺今会社でちょっと風船膨らませることがあって、道路でパンって割ったらもうすごい炸裂音すんの。あんな部屋中、ね、なんか100個ぐらい風船だらけにして、この子何考えてんだろうと思って。すげえなと思ったよ。あとね、面白かったのが、もう一人。誰だっけな、名前が出てこねえな。なんだっけ。ふわっちのその子も配信者、男の子の配信者なんだけど、なんつったっけな、フォロワーが400人いったので、紙コップを400個並べたの。ピラミッドにして。で、何するかっつったら、タックルかますんだよ。フォロワーが400人になったので、記念で、っつって、バーってピラミッドを400個組んで、ドカーンってタックルしてて、あ、これはいいなと思って。スローモーションでツイッターで流れてたんだけど。ね、考えるよね。で、俺は昼間考えたわけだよ。それで編み出したのがパコワングランプリだから。パコワングランプリ。アイテム、花火ゼロ。同時閲覧は500人。花火ゼロ。それが俺のパコワングランプリだよ。パコワングランプリ面白かったでしょ？パコワングランプリ。配信業は小じきか。あ、黒黒懐かしいね。あいつのせいで広まった気がする。トトさんいらっしゃい。団子プレゼントありがとう、ゴルゴ。部屋の中で花火打とう。あ、それ面白いな。だけど、それでね、家火事になったバカ知ってるからな。アイテムっていう概念がない頃に、ただ単に部屋の中で花火をする女生主がいたんですよ。伝説のね、スマタギターやる子なんだけど。家燃えたかんね。アホだよね、本当に。エリリカね。懐かしいよね。俺、パコワングランプリは絶対当たると思ってたかんね。パコワングランプリよ。あれはなかなかナイスな企画だったよ。でもまさかこんなにエグい話が出てくると思わなかったけどね。身の危険を感じるほどエグい話がワンサが出てくるから。生主って裏でこんな危ないことやってんだ、みたいな。生放送中にライターで火事になった生主なら知ってる。あれってでもニコ生じゃないんでしょ？そしたらワドもリスマン取ったら何がやってよ。おい、ふざけんなよ、お前。おい。風船5個ありがとう、お前。ふざけんなよ。何かやってよじゃねえよ。リスマン取るために俺どんだけ体張ってると思ってんだよ。俺何回徹夜したんだよ。ふざけんじゃねえよ。今月リスマン狙うの8回目なんだよ。わかる？ 7 回2位なんだよ。俺7回徹夜なんだよ。俺みたいなカソナムシがリスマン取るっていうのは前の日の夜中から回して閲覧を次の日に繰り越して昼間働いて、その帰りからずっと夜中まで配信ぶっ通すんだよ。それで何かやってよじゃねえわ、ほんとに。いじめか。デスソース飲む。食べ物系は絶対やらない、俺。食い物をね、粗末にするやつ大嫌いなんだよ。おい、スリちゃんいらっしゃい。お疲れ。ありがとう、来てくれて。どこまでいじめるんだよ、俺のこと。元気に放送します。もしリスワン撮ったら明日も元気に放送します。
和道さんの笑い声も良かった。いやもう、なんかもうすげえなと思って。すごいなと思って。びっくりした。やっぱね、豪快、みんな。大物になる人って豪快。性欲も豪快。全部豪快だよ。何もかもがスケールがすごい。ついていけない。YouTube 見てるよ。ありがとう。YouTube もしよかったら皆さんチャンネル登録していただけると嬉しいです。ぜひ僕の YouTube チャンネル登録してください。よろしくお願いします。今チャンネルの URL 貼るね。これが僕の YouTube チャンネルです。もしよかったら過去の放送盛りだくさんなんで、あ、YouTube 貼ってあるじゃん。YouTube 貼ってあるんで、もしよかったらチャンネル登録してください。よろしくお願いします。過去の放送を見るときは YouTube で見てもらえると 0.1 円ぐらいの広告料が入るんで、それも支援になるんで、あの過去放送を見るときは YouTube で見ようかなとかやってくれると嬉しいですね。塵も積もればね、山となるし、100円があればおにぎり買えるんで。登録ありがとう。今日はリスワン取るそう。わかんないよ、わかんないよ。配信の神様は意地悪だから。配信の神様は意地悪だけど、たまにいいことしてくれるんだよ。登録してます。ありがとう。配信の神様ほんと意地悪だよ。うん。飯食いたい、飯食いたい、これで、何々したい、何々したい。ダメだわ、ダメだ。まだ早い。まだ早い。まだ早い、まだ早い、まだ早いって。俺にはもう無理だ、つった時。おぉ、よく耐えたなって。わけわかんない。うん。諦めない奴にだけしか微笑まない。配信の神様。そう。喋りが上手いとかじゃない。顔がいいとかじゃない。行動力があるからじゃないの。諦めなかったやつだけが掴むんだよ。今いる人たちは、今大手になってる人たちは、ただ諦めなかっただけなんだよ。そう。顔がいいとかトークスキルとかそんなんじゃない。諦めなかったんだよ。そう。どんなに苦しい時でもやってた人だよ。でもやるんだよって。なんで俺こんなことやってんだろうって。なんで俺こんなことやってんだろうって。でもやるんだよっつってやり続けた人たちだけが今があるんだよ。今100円でおにぎりなかなか買えない？セブンイレブンがたまにやるよね。100円おにぎりキャンペーン。あれ結構ね、あの、美味しいおにぎりあるから助かるんだよね。弁当の時とか。100円おにぎりは結構嬉しい。うん。あと100円で買える朝マックね。あの、金ない時、生活保護の頃はよく朝マック行って、あの、なんだっけな、あの、なんだっけ、ソーセージマフィンか。ソーセージマフィン。チーズと、あの、肉、パティと、マフィン挟んであって100円なのね。それを2つ頼む。2つ3つ頼む。で、夜は、廃棄の弁当。要はスーパーとかで半額になる弁当。それで、だいたい300円とか350円で買えるんだよ。そしたら550円でしょ。一時、あの、食費1000円って決めてたから。そうするとね、うまくいってたんで、朝マックばっかり食ってたんだよ。朝マックとね、廃棄の弁当、夜中。朝マック嫌いっていうかね、その、安いもので腹が膨れるものっていうのをね、すごい、やっぱ、金がなかったから、一時1000円、まあ1000円全然ね、裕福な方だと思うけど、だから生卵かけご飯とか、あと、明太子が安い日は、明太子買って、二つぐらいパックで買って、冷凍しておいて、あの、うどんと生卵落として、で、明太子入れて、で、ネギとか入れて、まあ、100円ぐらいで腹膨れるとか。うん。いや、諦めたらダメだよ。うん。諦めたらダメだよ。俺、だから、諦めないやつはどんなことでも達成できると思うよ。どんなことでも。そう、長さが違うだけでさ。その、達成が難しいものほど、どん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 、その、時間がかかったりとか、耐える時間、諦めない、距離が遠いだけだけど、諦めなかったら前に進めるからね。人間バカじゃないんだから。前に歩くぐらいできるよ。ずっと歩けるんだよ。だから、あの、諦めないことっていうのは、子供の頃から習慣つけた方がいいよ。俺はできるんだっていう、成功体験っていうんだけど、そう、一個一個のことを成功体験に自信をつけていくと、自分から走り出せるようになるんだよ。計算された会話？例えば。うん、なんだろう。打算的って言いたいのかな？どういうことだろう？英雄さん、その心は。もう少し深掘りしてください。
計算された会話。どういうことだろうな。あんまり、なんつうんだろうな。俺がね、喋りがね、その、うまく回ってる時っていうのは、脳が勝手に考えて喋るっていうのはダメなんだよ。それって会話がワンテンポ遅れるの。俺的にはゾーンに入ってない。配信にも実はゾーンっていうのがあるの、俺にとっては。で、ゾーンに入ると、脳が先にもう言葉を選んでるんだよ。今喋ってる次の言葉がもう入ってるの。これがうまく回るの。循環していくの。で、リスナーさんとのこの会話のテンポ、コメントのテンポとかすごく噛み合ってくるの。これが俺が、その、一番配信をやって楽しい時。その、何話そっかなっていう時じゃなくて、もうこれが繋がっていくっていう。それが何時間も何時間もずーっとループしていくの。そう。で、これが脳が極端に疲れてくると、もう面白くなってくの。もう疲れすぎて面白くなってくの。相手の心を掴もうとしてるような、あ、それはね、狙ってやってるんじゃなくて、あの、変な話になるんだけど、俺営業マンだったんだよ。で、結構営業の成績良かったんだけど、その時に徹底的にトレーニングした。要は、人が物を買う時っていうのはどういう時かっていうと、実はね、理屈じゃないの。最後の決定だっていうのは、衝動なの。パッションなんだよ。パッションって言うと言い方おかしいけどね。要は、理屈じゃなくて、財布の紐が緩む、何かを買うっていう時は感情で買うのね。人間って。要は、お金高いなって理性なんだよ。この値段、財布と見比べようって理性なんだよ。それを解くのが営業マンだったから、俺は、なんていうのかな。計算で相手の心を掴もうってしてるんじゃなくて、要は理性を飛ばすみたいなことはね、すごい意識してたよ。若い頃。理屈じゃなくて、ホッとする瞬間があるの。例えば、俺のやってた営業、電話の営業だったんだけど、今使ってる、電話料金が、300円基本料金安くなりますよっていう話なのよ。で、10円で1分、3分10円で話してるのが、3分7円になりますよっていうの。でも、それ冷静に考えたら300円なんだよ、たかが。で、300円のために手続きってめちゃめちゃバカ臭いじゃん。で、その時に俺はどういうトークするかっていうと、その雑談をするの。営業マンの人と。まあ、手間かかりますよねって言って。そうよ、めんどくさいわよって奥さん言うわけよ。その時に一言、でも、旦那さんが普段飲んでる発泡酒が瓶ビールに変わるだけで、旦那さん喜ぶと思いませんって言うと奥さん笑うの。そうよねって。そう。普段飲んでる発泡酒がちょっとワンランク、ね、瓶ビールになったらお父さん喜びますよねとか言うと、そうよねって言って、わあ、あなた面白いわねって。じゃあ契約してあげるわよみたいなんだよ。これが相手の心を掴むとかさ。そう、人の心を動かすっていう。そう、理性じゃないじゃん、そこって。感情じゃん。そう、嬉しい、楽しい、なんだよ。嬉しい、楽しい、気持ちいいっていうのはさ、人間はほっこりするのよ。だから、嬉しい体験、気持ちいい体験とか、嬉しい、楽しい、気持ちいいっていうのは、どんどんシェアした方がいいよ。その人の周りには、いい空気、いい人が集まってくるから。実際には、違う。だってさ、200円の発泡酒がさ、300円、ね、余るんだから、家計から。そしたら、ね、200円プラス300円で瓶ビール1本買えるわけじゃん。わかる？そうっす。500円じゃん。500円で瓶ビール1本買えるじゃん。ブルーレイ見る環境がないのに、先日ついついアニメのブルーレイ買っちゃったけど、あれは、俺の理性が吹っ飛んでたのか。いや、だから、なんだろうね。俺は財布の紐が緩むときは感情だと思ってるね。うん。で、買わないって判断をしたときは理性が動いてるときだと思ってる。うん。要は、家計の計算をしたりとか、要は、今月給料がいくらとか、財布の中にいくら入ってるとか、日曜日何の予定があるとかって理性なんだよ。計算でしょ？これをほどくのって、美味しそうじゃない？とか、これ今日食べない？とかさ、うまそうだよね？とか、その一言で人間でグラッて揺らぐんだよ。そうそう。俺はそういうなんか癖はつけてるけどね。うん、なんかこう、心の、なんかほっこりボタンを押す癖は、営業マンの頃に若い頃つけてたから、自分で意識してはないかもしんないけど、それはやってるかもしんない。例えば au さんが言うように、心をつかもうとしてるようなっていう、計算された会話っていうか、そう。なんかどっかみんな見てる人の中で心がほっこりするようなボタンを探してるよね、やっぱり。
紅生姜を泣きながら大量に食べる生活より良いね。ああ、そうだよ。俺なんか、ね、ベンチャーで会社やってた頃は牛丼一日一杯で紅生姜山盛りにして食ってたんだもん。しかも、先輩におごってもらってたからね、その牛丼ね。貧乏は自慢するもんじゃないと思うけど、貧乏は自慢したらダメなんだけど、年取ってからのね、貧乏は仕方ないことだけど、自慢するもんじゃないけど、俺はね、あの時食った牛丼うまかったよ。正直うまかったよ。今考えるとね。チャチャさんフォローありがとう。だって同じ牛丼じゃん。300円とか400円で売ってる同じ牛丼じゃん。まあ、当時250円だったけど。でも、なんだろう。その牛丼にかける思いみたいなのが全然違うわけよ。そう。100円稼ぐとか1000円稼ぐことに本当に貪欲なんだよ。だから、なんつうんだろう。食う飯のありがたみとかは全然違うよね、やっぱりね。だから俺はそれをしたくて旅に出るんだけど。多分ね、苦しい時期もあれば、ご当地でうまいもん食える時もあると思うんだよ。目の前にうまそうなもんがあっても食えない時もあると思うんだよ。それを味わいたいと思ってるね。超腹ペコで食べる牛丼の美味しさ、あれ忘れらんない。うまいよね。牛丼うまいよね。牛丼うまいよ。ねえ。営業のコツ他に知りたいな。まあ営業のコツか。まあ最後は感情なんだけど、俺がよく使ってたのは、テレフォンアポインターの時は、こういうインカムっていうのを使うのね、必ず。片方耳つけてて片方。で、電話番号も片手で押せる、専用の装置があるのよ。だからもう、ダダダダダダって、もう、パソコンの画面見ながらこうやって、ダダダダダダって打てるの。電話番号こうやってやらないのよ、プロは。ダダダダダダって打って、パッて押すと、ピーってコールかかんの。で、電話が鳴った瞬間にもうパソコンの顧客画面があるの。で、まず、普通の会話をしてくんだけど、そこには、実は電話番号の中に情報ってすごいあるのよ。どこのエリアに住んでる、どこどこってあるでしょ。で、その時に俺はもう電話かけた瞬間に、そのエリアの土地っていうのを検索するの。その人がどこのエリアに住んでて、どこら辺に住んでるっていうのを検索するの。で、その時に、いかに雑談に持っていくかだけ考えたの。営業をしてもみんな嫌がるんだよ。ガチャ切りするんだよ。だけど、話ちょっと聞いてみたいなって面白いやつっているんだよ。例えば、ダメなやつって、何々コールセンターの何々と申します。この度は何々の件でお電話させていただいたんですけれども、何々様お手すきでしょうか？ありがとうございます。今回はですね、何々というプランのって言った時に切りたくならない。もう嫌でしょ。あ、営業だってなるでしょ。その時に言われるのが必ず、俺はこれフックなのよ。仕掛けなの。その時に、営業ですか？って言われるのよ。その時に、全員が、いや、今回はですね、営業というかですね、営業ではなくて、皆様が使っている何々のプランのっていう、喋り倒すっていうのが営業マンの癖の。俺はこの時に、営業ですか？って言われた時に、間を置くの。営業です。そうすると大体笑うの。そんな人いないじゃん。営業ですかって言われた時に、営業なんですってトーンを変えるの。そうすると大体変なまで笑ってくれるの。その時に笑うでしょ。営業、会社とか家とかにかかってきた時にそういう電話になったら笑うでしょ。そこがポイントなんだよ。実はですね、とか言って、私営業を務めて3ヶ月なんですけれども、契約が取りたいんですっていう話をし始めて、あ、そうなのって。で、その時に初めて何て言ってくれるかっていうと、どんな話なのって言ってくれるの、絶対。ちょっと心開くと、聞いてくれるの。聞く体制ができるの。え、どんな話なのちなみにって。あ、実は、皆様、今、NTT の基本料金いくら、基本料金1000いくらで来てると思うんですけれども、それが、今回無料でプランを切り替えて、300円安くプランになるんですよって。で、我々、ご自宅の方にも伺いますし、ほんの5分だけお時間いただければ、まあ、年間にしたら、
本当に安いですけど、3600円ほどお安くなるんですよ、って言って。あ、そうなの？つって。はい。で、もしよろしければ、本当にお手間はかけさせ、お手間は、かけませんので、もしよかったら、こちらのプランのご案内をさせていただけませんか？って言うと、あ、そうなんだ、300円安くなるの。はい、って言って。そう。もし、地方とかに電話かけたり、海外に電話かけたりするのも、一律で3分間7円っていうプランになりますので、遠くにお電話される方とかは本当にお得なプランなんですね。基本料金だけでも300円安くなりますし、いかがでしょうかっていう。あ、どこの会社なのって言ったら、まあ、ソフトバンクですとか、au ですっていう説明をした。まあ、3くさいっていうか、まあ、営業なんてこんなもんだよ。営業なんてこんなもんだよ、どこも。っていうのをずっとやってた。若い頃。で、実際、ご自宅に伺って、契約書を書いて、ありがとうございましたって言って。うん。それが仕事だった。うん。だからもう、なんて言うんだろうな。最終的には人間なんだよ。営業マンって。最終的には人間。うん。だって、みんなわかると思うんだけど、家電屋さんとか行ったりとか、まあ、極端な話、ネットの方が安いわけよ。でも、例えばなんだけど、家電屋さんに行ってこれ買おうかなって衝動買いしてるときに、店員さんが少しでも嫌なことやったらもうここでは買わないって決めるでしょ。ここでは買わないって決めるんだよ。飛び込みじゃないよ。飛び込みは今法律で禁止だから。もう俺がやってた頃でも禁止だから。飛び込み来たらあれだよ。違法だよっていう。警察呼ぶよって言ったらすぐ逃げるよ。飛び込み営業は禁止。嫌だと思われたら負けなんだよ。逆に言ったら、この人いいなって思ったら絶対買うから。うん。だってどこでも買う理由は一緒なんだもん。契約するのも一緒でしょ？だけど、回りくどい話し方する、待ち時間が長いとかで他の店行こうってなるじゃん。今日はいいやって。これでチャンスを潰すんだよ、営業って。だから、優秀な営業マンっていうのはまず不手際を絶対起こさないっていうところと、この人だったら安心できるなって思った瞬間、そこでの契約が固まるの。だから好かれる能力みたいな、もうすごく人間力だね。本当に営業マン、その社長に教わったのはこうだった。なんで俺、うちの会社はこんだけ IT 社会が進んでんのに電話営業にこだわるかわかるかって言われたの。全くわかりませんって答えたの。俺はバカだと思いますこの会社って本気で答えたの。その時にバカなのはお前だって言われた。要はここ20年30年っていうのはお年寄りがね、ずーっと増え続けてるのは分かるだろうって、分かりますって。その人たちがパソコンとかスマホ触れるかって言ったら触れないですって。だったら電話の方が売れんだろうがよって言われて、あ、この人頭いいと思った。20年、30年間、電話営業で強い会社さえ作っちゃえば、そのネットとかに疎い人たちに対して、もう情報を網羅できるんだよ。マーケットがでかい方に、その人は狙ってるの。だからテレフォンアポインターにすごくこだわってるの。電話営業で実は千葉県1位になってるんで、今か、そこの会社。結構すごいんだよ。うん。その時にこの人はすごいなと思った。あとその人にもう一個言われた、その社長にもう一個言われたのが、当時ね、その社長ね、28歳だったんだよ。すごい若かったの。その時に言われたのが、あと、死んだ、変な言い方だけど、語弊があるけど、その人の言葉そのまま引用するね。何かを差別するような言葉じゃないから誤解しないでね。俺ペット大好きだし、猫ちゃん大好きだから。死んだ猫を売れるようになって初めて営業マンだって言われたの。なんで営業マンが必要なのかってよく考えろって言われて、価値がないものだから俺らが必要なんだって。本当に価値があるものは勝手に売れるんだって言われたの。で、なんで営業マンが必要なのか。なんで、なんつうの、実演販売をやるのか。なんで、わざわざバッグ持ってピンポン押すのか電話かけるのかって言ったら、売れないもん売るからなんだよって。ね、本当に一流の営業マンになると、もう何も、商材なんて何でもいいんだと。壺でもいいし、ゴミでもいいんだ。その辺に落ちてる石ころでも売れるんだよって。これが営業マンなんだよって。で、今のは極端な話だけど、その人は死んだ猫って言ったんだけど、要は石ころでも売れるっていうことができるっていうのが営業マンなんだ。だから、商品に頼ってたら負けるんだと。要は商品が切り替わったり、売れ切ったらもう売れないでしょ。それは実力のない営業マンだから。本当の営業マンは不動産でも車でも何でも売れるっていう。だから、うちの会社ではそれを身につけてくれっていうふうにずっと言われてた。うん。その人が言ってるのは正しいと思ってるね。そのビジネスマンとしては正しいと思ってる。うん。
その人は金融上がりなんだけど、一番難しいって言われる商材なのね。もう高額商材で、クレームバンバン入って、めちゃめちゃ難しいんだよ。金融の商材って。それはすごいなと思ったよ、正直。ごめんね、面白くない話しちゃって。すまん、コメントをまた止めてしまったよ。俺のスタンドがまたコメントを止めてしまったよ。ザ・ワールド。最後は胸ぐらつかみ合いになるぐらい喧嘩したけど、その社長とは。だから、その社長が言いたかった、石でも売れるとか、価値のないものが売れるっていうのは、どういうことかっていうと、最後に身につけたのは、身につけろって言ったのは、自分を売れってことなんだよ。そうすると話が繋がるでしょ。だから、心をほっこりさせる技術とか、この人だったら買いたいって思わせるっていうのは、奥義なの、営業マンの。要は、この人だったら安心できるって思うわけじゃん。だから、うさんくせえって言われたけど、やられて嬉しいことを徹底的にやるわけよ。うさんくさいけど、やられたら嬉しいことってあるんだよ。こいつバカだなとか、こいつ可愛いなとか、生主も一緒じゃん。それを徹底的にやってくんだよね、やっぱり。こいつだっていう、こいつの配信見る。だから配信なんて5万とあるわけじゃん。俺はこの理論は配信にも応用できると思ってるけど、配信なんて腐るほどあるんだよ。可愛い女の子もかっこいい男も腐るほどいるんだよ。じゃあ俺はどこでするかって言ったら愛嬌でしょ。簡単に言うと、ワードをほっとけねえわって思わせるだけじゃん。欲しかったら自分で探す。賢い人はそれでいいと思うけどね。自分で探せる人はそれでいいけど。みんな聞き入ってるのか。ありがとう、ゴルゴ。あれなんだっけ、野良犬さ、これなんだっけ、これね、なんだっけ、この作家。これ母親がね、すごい好きで、俺の家このポスターいっぱい貼ってあったんだよ、これの絵とか。高いやつなんだけど、この人。有名な作家なんだけど、なんつったっけ、これ。野良犬、もしよかったら教えてくんね、このアーティストの名前。子供の頃家にいっぱいあったんだよ、ポスターが。母親が大好きでさ。なんだっけ。キースだ、ありがとう。そうだ、キースだ。わかる?キースだ。ありがとう。懐かしいなと思って。家にいっぱい飾ってあったんだよね。黄色とかね、配色が面白いんだよね、この人の。配色がすごいポップで可愛いんだよ。多分有名なデザイナーなんでしょう。調べてみよう。あ、ごめん。すまんすまん、音。キース。あ、これ。懐かしい。いっぱいあったわ。絵ってすごいよな。一枚の絵の中で時間を止めるんだもんね。すごいよね。キースヘリングかな。あ、いっぱい持ってるんだ。いや、懐かしいなと思って。ストリートアートの先駆者と呼べる画家で、1980年アメリカの代表的芸術家。ほうほうほう。シンプルな線と色と構成された彼の絵は日本でも人気があり、キースの作品をプリントした T シャツがユニクロやスポルティング等から販売されることもあった。ほうほうほう。1980年にニューヨークの地下鉄構内で使用されていない広告掲示板に黒い紙を貼り、その上にチョークで絵を描くというサブウェイドローイングと呼ばれる活動を始めた。落書きか、要は。ブロック解除したよ。キモメンいらっしゃい。そのシンプルな線でリズミカルに描かれた絵はニューヨークの通勤客の間で評判となり、キースの名が知られるようになった。グレイティフルデッドのファンである。デッドヘイズでもあった。はぁ。いや、草のね、活動でね、こうやって売れる人もいるんだね。絵ってすごいよね。
一枚の絵で、その人のね、感情を揺さぶるっていうのは、本当にかっこいいよ。俺なんか喋らないといけないからね。だから詐欺師って言われるんだけど。ふざけんなよな。絵で人を感動させたらアーティストって言ってよ。喋りでよ、人を感動させたら、うさんくさいね、詐欺師って言われるんだよ。なんだそれよ。俺だって草の根で喋ってるんだよ、今。ふざけんじゃねえよ。俺もアーティストだから。本当にね、本当に悔しいよ、配信者って。なんだよ、喋りでアートしちゃダメなのかよ。ふざけんじゃねえよ。俺だって頑張ってんだよ。何がうさんくせえだよ、ほんと。ストリート活動だわ。部屋の中で。部屋の中でストリートだわ。俺はトークで心動かしてやっかんな。いや、もう絵描けるやつはやっぱかっこいいな。ブラックマミー？ブラックマミーってなんだろう。あ、ごめんごめん。ブラックマミー。ブラックマミー。なんだブラックマミーって。なんかプロレス団体が出てきた。よくわかんねえわ、ブラックマミーは。でもね、リスナーさんが結構俺絵好きで、俺絵のことは全然詳しくないんだけど、絵見るの好きでさ、なんか和道こういう作品好きじゃないとか言われたの忘れちゃうんだよ、俺が。でね、リスナーさんが教えてくれた超かっこいい日本のね、画家がいるんだけど、なんつったかな、なんか和道絶対好きだよって言ってくれて。うん。和道はその分曲作ればいいよ。俺は音楽もダメなんだよ。絵もダメなんだよ。だけど映像はいける気がするんだよ。だから、この配信っていうのにこだわってるんだよね。映像なら俺できるんじゃねえかって思ってるんだよ。うん。音楽もわかんないけどし、映像もわかんないけど、カメラだったら表現できんじゃないかなと思って。気分は映画監督だから。何を間違えたか配信者になっちゃったけど。北斎。北斎はまあわかるね。あれ、しかもなんか最近北斎の絵出てきたんだよね、確か。なんだっけな。なんか、その海外で見つかったんだよね、北斎の絵が。で、今まで北斎だと思ってなかったんだよ、そのタッチが全然違うから。でも、よくよく見たら北斎だった、みたいな。なんか、そんなニュースで見たけど。なんか、そう、ヨーロッパ的な画風を取り入れてる作品、ごめんね。俺、にわかだから全然わかんないから。アートのことは。のんたんにいつもね、教えてもらってるの。あれなーにつって。和田さん、あれは何々だよって。うん。春巻きには春雨入ってるよって教えてくれるの。杏仁豆腐のあんは、あんずのあんだよ。牛乳じゃないよって。ほんとは物知りだからな、ああ見えて。石井って名字で現代日本を風刺したイラストレーター。イラストレーターで石井って検索してみるか。なんか名前忘れちゃうんだよね。絵はすげえ覚えてんだけど。石井、イラスト。なんか若い人って言ってたね。レーター。なんか絵が描ける人はかっこいいよね。絵が描ける人はかっこいいよ。イラストレーター。いや、出てこないな。石井イラストレーター出てこないよ。イラスト。出てこないな。違うと思う。なんかもう検索したら一発でボンってすごい絵が出てきた。肉質の絵が見つかったんだ。あ、途中でね。あるあるだよ。コメントを焦っちゃう。俺にもその気持ちはわかるよ。なんか直感的に何かを伝えるものってすごく俺はできないことだからすごくかっこいいのね。絵とか音楽って感覚に訴えかけるじゃん。
そう、俺はさ、言葉だから、その言語なんだよ。フィルターが遠いんだよ、感情を動かすまでの。でも音ってダイレクトに感情を動かすし、匂いとか視覚とか絵だよね。映像っていうのはダイレクトに涙を流すことができるのよ。だからね、すごいなと思うよ、そういうことができる才能のある人は。うん。そう。なんか、すごい、漫画家とかもそうだし、まあ、漫画家はストーリーの構成とかいろいろあるけど、なんかね、俺はアーティストっていうやつらはね、すごくかっこいいやつらだと思ってる。そう。俺はアーティストに、もう本当にすごいと思うよ。アートができるやつは。だからもしね、音楽とかやってたりとか、芸術とかやってる人たちがいたら食えないかもしんないけど、すげえ誇りを持ってもらいたいよね。超かっこいいことやってんだっていう。だいたい食えなくて当たり前だからね。食えないなんてクソくらいぐらいに思ってほしいよね。資本主義は分からんでいいよ、全然。と、一番遠いところにいるのがアーティストだから。でも配信者って、語りで演者、機材で裏方、カメラでカメラマンって加えて、テレビ局が何百人で回したことを一人でこなせる。それは、報われる。それは実は玄人の目線で、実はね、みんなこの画面で見ることに慣れてるんだよ。この、要はカメラがあってっていうの慣れてるでしょ。外配信やるとわかるんだけど、後ろに人が映ってたら角度を変えたりとかして、要は、こうやって映すと、ちょっと待ってね、今わかりやすくするけど、こうやって映すと、後ろにスライムが人立ちするとスライム映るんだよ。でもね、こうやって映すと、あ、スライム映ってるわ。こうやって映すと人が映らないとか、要はね、その人を不用意に映さない角度とかを計算しながらやってるんだよ。トラブルを避けるために。あと、背景とかが綺麗だったりとかしたら、どういう風にやるとかさ。そう。すごい実は、考えてやってんのね、配信者って。考えてないやつもいっぱいいるんだけど、まあ、ニコ生出身でパソコン持って配信してるやつらは考えてるよね。すげえ。だから実はすごい、手ぶれに見えて実は技術的なことやってたりとかするんだよね。まあ、ぶっ飛んでないとね。カウンさん、風船ありがとう。食ってやるじゃダメなんだよ、食ってやるじゃダメなんだよ、それは飯を、なんかそのアートをやることが純粋じゃないんだよ。アートを食い物にしてる時点でもう資本主義が始まっちゃってんの、経済が始まっちゃってんだよ。アートと経済はすっごい遠いところにあるっていうのは俺の考え方の。そう、本当のアートっていうのはもう資本主義とかお金わからんみたいな、買い物ができないぐらいのやつがすげえやつだと思ってて、で買い物なんて取り巻きの人間がやってくれるから大丈夫みたいな。そう、それくらいのやつが本物だと思ってるよ。だから海外のスーパースターとかすごいんだよ。もう寝てるじゃん。寝てると、起こしに来るんだよ。すごい、スタッフが10人ぐらいで、スーパースターって。で、着替えさせんの。もう寝ぼけまなこで。で、そのままシャワーに入れられるの。体洗われるの。頭洗われるの。で、寝ぼけたままドライヤーファーってなるの。ね。で、ドリンク渡されるの、車の中で。喉の調子整えるのよ。で、楽屋に着いた瞬間、メイクこうやってやるの。まだ寝てるの。まだ寝ぼけてるの、こう、つって。ね。なんの、こうやってメイクされるの。衣装着替えさせられるの。で、そのまま、はい、行ってらっしゃいつって、ステージに上がった瞬間、ファーつって、スーパースターつって歌い始める。これがかっこいいんだよ。もう何にもできなくていいんだよ。何にもできなくていいけど、もう、舞台上がった瞬間に、スターみたいな。はい、俺の出番みたいな。それがマイケル・ジャクソンなんだよね。それがマイケル・ジャクソンなんだよ。そう、何もできないんだよ、彼は。でも何にでもなれるんだよ。ステージの上だったら神様になれちゃうんだよ。やっぱね、それぐらいぶっ飛んでてほしいよね。それぐらいぶっ飛んでてほしい。まあ、それがね、できない、ね、そんなん難しいの分かってるけど。あ、もしもーし。おー、ヒカルくん、ごめんね。あ、今放送中だけど大丈夫？あ、ほんとに？どうもどうも。あ、いやね。
俺、ヒカルくんにちょっと申し訳ないことしたなって、謝りたいなってことがあって一個。あのさ、俺さ、ヒカルくん覚えてるか覚えてないかわかんないんだけど、ヒカルくんに対してステッカー販売出せみたいなこと言ってたの覚えてる結構。なんかステッカー販売してんの出せよみたいなことを言ってたんだよ、俺、ヒカルくんに対して。目の、まあ、結構酔っ払ってたからね。ヒカルくんも、まあ、本人目の前に言ってんのね、放送でディスったとかじゃなくて、なんかほら寿司食ってる時になんかステッカーなんて売るなよってこんだけ大手なんだからみたいな、そうそうそう、でふわっちとかアイテムだけで支援してくれる人いるだろうみたいな、あちょっと待って、ヒカルくん声聞こえる？あ本当に、ちょっと待って、うん、あ、ごめんごめん、あ、はい、聞こえる？で、そのヒカルくんのことディスってなんだけど、俺4月10日から旅するじゃん。はい。で、そのいろいろ考えてて、で3月俺もう結構売り上げ落ちてて、先月とかよりも、はい、で、まあ配信続けたいし旅も絶対やりたいと思ってた時に、はい、もう超ダサい話なんだけど、なんか、ヒカルくんがやってることを思い出して、はい、で、俺がその気づいてなかったんだよ、結局。要は、ヒカルくんはさ、配信に対して貪欲だし、旅も続けていくためにステッカーも売って、何でもやって、金を作って、いや、配信に貪欲だったからそういうことをやってたわけじゃん。そうですね。そう、それに気づけなくて、そう、それが、はい、なんか、超申し訳ないことしたなと思って、超謝りたいと思って、そう。なるほど。そう、すまなかった、本当に。あれは俺が、ヒカルくんのことを全然、はい、要はヒカルくんと全然下の立場だったから、もう要はヒカルくんのことが見えてなかったっていうか、はい、ヒカルくんがなぜそれをやってんのかみたいな。それはもう本当申し訳なかった、すまん。なるほどさ、ワトさん。おう。絶対許さないです。マジかよ。ステッカー売らせてくれよ、俺にも。え？絶対許さねえのかよ、クソ野郎じゃねえかよ、ほんとゴミクズだわ。クソクソクソだな、あいつ。なんだあいつ、ふざけんなよ、ほんと。なんだそれ、許さねえのかよ。ああ許せよ、マジか。許されねえのか俺。もうステッカー販売しねえわ。マジかよ、ステッカー売ったらダメなの俺旅配信ステッカー売れないわ。マジかよ。もう、いや、ヒカルくんが、いや、いいよって、水に流せよって言うまで俺ステッカー売れねえよ。マジかよ。マジで笑われてんの俺。マジかよ。俺じゃあ分かったわ。ヒカルくん、いや、そう、ヒカルくんが許さねえっつんなら俺ステッカー売らねえわ、じゃあ。しょうがねえよ。ふわっちの、あれだ、アイテムだけでやってくよ、じゃあ。それは俺ディスったから、ヒカルくんのこと。ヒカルくんは配信に、許すだろ、普通。なんだこれ。え、許さねえの？え、いや、許す流れだよな、今。え？許せよ。ちょっと待てよ。マジかよ。あいつ、あれだな。くそ。マジか。でもね、俺言っちゃったの。俺がステッカー売るぐらいだったら、俺引退してやるよまで単価切ったんだよ。ヒカルくんに。そこまで言ったの。ステッカーとかクソ出せよ、みたいな。ステッカー屋さんかよ、とか言って。もうディスりまくったのよ、うん、だから俺はステッカーは売れねえわ、うん、重要なお知らせです。僕は旅配信4月10日からステッカーは売りません。僕が売るのはシールです。はい、シール販売します。はい、引退もしません。はい、シール売ります。これ買ったろ、買ったろ。俺はステッカーは売らない。シール売ります。和道シール販売楽しみにしててください。はい。ヒカルくん許してる。わかってるわ。みんなピュアだな、ヒカルくんのリスナー。ピュアだな。新しいフォロワーさん、ムーちゃん、マミさんフォローありがとう。シール売るわ、俺。シール売る。そうだよ。大人になるっていうことはずるいことだから。大人になるっていうことはずるいやつになるってことだな。俺はシール売るよ。お、
もうそろそろでリスワンが決定するな。もうそろそろでリスワンが決定しますね。ヒカルくん全く覚えてない。まあヒカルくんはさっぱりした性格だから、うん。新しいフォロワーさん、恋歌さんフォローありがとう。なんて読むんだろう、恋歌さん。なんて読むんだろう、恋歌さんでいいのかな。ごめんね、ちょっと名前間違えてたらごめんなさい。恋歌さんフォローありがとう。どうだろうね、わかんないよ。残り10分で石川の隆起が来て終わるとか、そういうこともあるかもしれないからね。石川の隆起がたった10分で5000人集めて終わるとか、そういう可能性もあるぞ。レンカさんね、ありがとう。新しいフォロワーさん、レンカさんフォローありがとう。まあ、ヒカルくんらしいよな。俺はでも、自分の言ったことと、自分がやって、言ったことと、その、自分の責任みたいなものあると思ってて。その人のことディスって、俺は本気で思ってたから、その時。シール屋さんじゃねえって。でも、ヒカルくんはね、配信者だったんだよ。旅を続けていくためにシール作ってたんだっていうの、ステッカーを作って売ってたんだって、それくらい配信好きなんだっていうのに今気づけたから、俺は、うん、あいつすげえわって、うん、俺も頑張ります、うん、シール売ります、うん、論破だよ、伊達に長くねえよ、うん、伊達に雑談なまし長くねえから、喋りでやってきたんだこっちは、うん、光くんにありがとうって言っといてみんな。ヒカルくんどこでやってんだろう。ヒカルくんツイキャス、ヒカルくんツイキャスかな。キャスだ。そっかそっか。ありがとう、教えてくれて。じゃあ僕はそろそろ寝ます。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。同時閲覧数が89名、累計閲覧数が、1199名、たくさんのリスナーさんありがとうございました。また明日会いましょう。おやすみなさい。お疲れ様です。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。